かしい。ここもね、広い広い改札ですけど、なんか もっとすごいとこがあるんやね。さあ、せっかくですから改札くぐっていきましょう。チャージは済んだったよな。済んだ済んだ、大丈夫。駅中なんか駅で外なんかわからんな。中もいろいろこう、あれこれいつもあれココイチ放題でいいんですよね。551じゃないですね、ココイチなんですよね、うん、すごいな。そして初めて阪急来たけど全然わからんぞ。どっちに行きゃいいんだこれ。阪急はわからん。新幹線やこっちじゃないな。こっちさ、あの神戸とかあっちの方に行くやつやもんな。いいや、それ、ああ、お手洗い借りとこうか。中には中で、こんな京都のラーメン屋さんとかもあるし、もう、なんでもあるな。で、こっからこっち行ったら、またこっちはこっちでなんか抜けていけるんやな。そうそう。広い、広いよ。いやー、すごいな。ああ、こっち側とまた別だよな。よいしょ。釣り持って、さあ、これで、これが噂の阪急梅田か。おお、ちょうど入ってきた。わあ、お客さんもいっぱいだ。おお、なんか床もすごい。なんだ、なんかすごい独特ですね。で、また乗降が分かれてるんだな。すごいな、9番線までありますからね。まあまあ、番線だけで言ったら四日市10番線までもありますからね、近鉄。あ、近鉄じゃない、アスナロ鉄道のように。で、これがそのターミナルってことでね。そうそうそう。これが梅田のターミナルの構造なんだ。おー。あ、阪急のね。団体になってこっちからスーッていく感じですね。とりあえずターミナルね、押さえときますよ。全体入るのこんな感じ。この辺りまでかけて。綺麗に並ぶな。阪急はあれか。おお、すごい。阪急はあれなんだ。同じ位置にスラーッと揃うんですね。前付けなんですね。これ綺麗だな。すげえな。壮観だな。いやー、噂には聞いてましたけど、で、これか。こっちか。お魚キッチンとかありますね。うわ、これが噂の、で、改札。すげえ。なんだこれ。ずらーってあって、うわ、広いなーと思うけど、これでまだ途中休憩なんですよね。うわ、すごいわ。え？で、ここまで。こっちにもまたずらって、うわ、すごい。すごいな。広いですね。で、こっちは宝塚線。案内板もでかい。画面だと分かりにくいかもしれませんけど、これすごいでかいですね。うわ。で、特急とかもありますけど、あれ、阪急はこんだけいろいろ YouTube でやっときながらね、すごく元も子もない質問しますよ。阪急は特急料金いらないですよね。特急券いらないですよね。大丈夫やんね。あ、すごいな。で、あ、ここがタリーズコーヒーね。ここがあれですよね。あの、見下ろして見るのにいいっていう噂の。いやけど、すごい、すごいわ。広い。いやー、ついに来ましたよ。いや、まあ、ターミナル言ってるからにはね、押さえとかないと来ませんもんね。うわー。すごい。で、あ、これが点滅するので、お知らせするね。すごいな、こう。
これは広い、すごいな。でこっちの方も同じですね。これはでもどこ製のターミナルなんだろうな。あ、書いてある、見つけましたよ。あ、京産だ。これあの踏切とか作ってるので有名なあのメーカーさんですよね、日本の。あ、ってことでこっちは国産なんだ。阪神はドイツ製で、はあ、で JR とあれさっき見てきたのどこだったっけ、 JR と京阪か、京阪は日本車両製で、で阪急は京産なんだ。へえ、さすがにこれをやってるところはなかなかないでしょう。ああ。で、普通北千里行きが入ってきて、で有子ちゃんじゃ京都と河原町行き特急が来てますね。さあ、阪急の特急はどんな感じなんだろう。あ、でも利用者さん多いですからね。あら、当たり前だ。うん、このあのなんて言ったらいいのかな、ほらあのこの前近鉄の上本町行き取ったじゃないですか。あそこもターミナルで広いですけど、あそこはすごく閑散としてるんで、まあ正直撮影はしやすいね、あっちの方が。もうすごいな、もうどんどん来る、どんどん来る。1号線に到着の電車は特急京都河原町行きです。電車駅は重曹、淡路、茨城市、高槻市、長岡天神。どうしような、せっかくなんで京都河原町まで行ってみましょうか。足元にご注意ください。わあ、すごい、もう行き先方向幕が変わってる状態で入ってくるんだ。で、天下プロシートなんだな。ちょっと僕のちょっとでも空いてそうなところだよ。で阪急は特急も3扉車なのやな。へえ。近鉄やったら絶対ないですよね、特急で3扉車って。で40分、あ、ちょっと余裕はあるんだな。Thank you for taking the Hankyu Railway today. This is the limited express bound for Tokyo Kawaramachi.Thank you.